ください。後ろもまたこれ。これもね。チェース。これ久しぶりに。久々のまあ本当久しぶりのオンエアだね。ですね。いや俺最後いつ出た ？6 月のいつ出たっけ俺ら。2人揃ってまあどっちかがいないと多分どっちもいないオチなんだけど。多分もう1ヶ月前あそんなないか2週間前ぐらいだな。いやそんぐらいかね。いやあそっかな。一つ言っていい。なんでこのヒーリングみたいな音楽かかってるの？カフェ？これどっかのカフェ？なんかこれマッサージかなんか行った時に流れてるようなこうやってる時そうそうそうで、ちょっと眠たくなってきたなみたいな。あのもっとさ、ね、夏っぽく行こうよねえ。うんそうだからちょっとあの古い話すると夏なんだからさ、ヒメトラでもかけようぜ。ヒメトラとかさ、リンちゃん、ヒメトラ行こう。それなんかもう乗るな感じでさ、行こうよ。久々なんだから。なんかサマーなんとかみたいなやつあるやん。あの、ね、多分ね、サマー、あの、夏テクノで調べたら絶対出てくる。ああ、いいね。か、あの、もうひたすらお前が夏の曲を検索して夏の曲を探してかけてくれるか。ナインティナインスリーとか恋の歌。あ、でも俺ね、あそこ夏の話をしますけど。ああ、そうやね。俺ね、今ね、夏の曲流すんだったら、でも YouTube ないから多分言えないんだけど、もうサマーヌードがいい。ああ、もうサマーヌード何やろうね。この間見ちゃって。お、見ちゃった。ドラマのやつで、なんでそんな、なんかマイナスイオンが出てくるような曲なんだよ今。滝か。で、あの、サマーヌード見ちゃってさ、まあ、見ようと思って見たわけじゃないんだけど、あの、パンドラとかさ、あそこら辺ってあの、俺、半沢直樹見てたの。あー、はいはいはい。見終わると、自動再生で違うのが出てくる。あ、わかる。それでなんか始まって、何のドラマだこれと。いきなりなんか田舎の風景でシャリこぎやがって、ヤモンティがね。何のドラマだかなと思ったら、まあ、サマーヌードで。で、あの、大して興味なかったんだけど、まあどうせ流れてればボート見ちゃうわけですよ。見ちゃった。泣いた。泣いたんや。もうなんかね、あの、全然興味なかったけど、戸田恵梨香が可愛く見えちゃって。いや、あのね、あのドラマ、いや、ちゃうねん、あの戸田恵梨香の魅力を知ってんねん。何？あの細さでちょっと巨乳。あ、ごめん、見たいな、そこあんま。いやー、じゃあもうあの細さが可愛いねんって。いや、ほんとね、設定が可愛かったの、俺の中で。あ、10年間片思い。もうそれがもう、切なくて。10年間片思いか。俺だって佐藤亜希ちゃんへの片思い9年間だぜ。いや、なかなかすごいやん。あと1年ぐらいやん。その時は、それで子供の片思いだから。けど、あれ、大人の片思いだよ。でも、大人の片思いで10年やばいでしょ。それ、何歳から始めて？確かね、高校1年生から知り合ったって書いて言ってたから、15か、だいたい15から25まで。25まで片思いすんの？所長で。知らねえよ、それ。いや、そこの設定はねえ。それ分からんよね。片思いしてる間にそんな。いやでも、片思い、私的にあなたのこと好きだ。まあでも俺もね、確かにね、あの、アキちゃんに片思いしてる頃は、童貞じゃありませんでしたよ。でしょ？はい。そうじゃないですか。え、待って、レータバーベキュー行ったって何の話？夏っぽいから。あ、バーベキュー？もう今年一回見てない。あのね、一つで、夏っぽい話をするけど、夏っぽいことは一切しないからね。あ、そうそう。こっちとら。そうそう。仕事ばっかだもん。あ、そうじゃねえか。そういうことじゃないからね。いや、ほんとサマンヌードよかった。ああ、そう。ああ、よかった。ちょっとあの、全然好みじゃないのに、戸田恵梨香可愛いなーって思ったし、
ちょっと変態チックな話になるけど、カリナ脇綺麗だなって俺ずっと思ってて、もうそれ以外でもうあの夏始まりました。それで夏のトリガー押されました。何やそれ。いや脇めっちだから。あー脇か、なるほど。いやそこ見るのかって思うでしょ、うん、結構見るよ。夏になったらそこしか見ないから。見るよそれは。結構言っとくけど見るよ。この冷えも見るよ。あのよく高校の時さ、男子言うじゃん、あの夏の女子の夏服の、あのこっからこのシャツのこっから見えるこの、あそれと一緒だよ。なるほどね。それと一緒。それと一緒っていうか、もう俺は脇が好き。脇なんや。尻と脇、俺のフェチ。俺はもう、俺も完全に尻が好き、うん、尻を好きだけど、くびれかな。やっぱ夏は脇がやばいね。いや夏最高だよ、だから薄着でさ。それは夏で脇さ、もうじゃあ、ゴマアザラシやったらどうすんの。アウトじゃあ皆さんね、夏はしたらゴマちゃんって呼んであげる。夏はね、隣のおひげさんの隣の人にそうあの会う時にはもうかなり永久脱毛ぐらいしとかないとね。いやもうあのゴマアザラシだったらゴマちゃんって言ってあげる。ゴマちゃん、ね、優しくゴマちゃんって言ってあげる。ゴマちゃんっていう、あそう、あのねサマーヌードで海の海辺ちゃんも、おうん、海嫌いなんだよ、残念なことに。どうしよう。どうもせえへんわ。知らん。なんかあれを見て海辺に住みたいって一瞬思いながらも海嫌いな。矛盾で、あの矛盾で始まった2016夏。いや海って、でも海のドラマで言うとやっぱ俺の時代やっぱさあれちゃうな、ビーチボーイズ。ビーチボーイズ。そうでしょう。うん。広瀬あん。広瀬可愛かった。可愛かった。もう可愛かった。広瀬やばい。あれはやばいよ、マジで恋する、おーんみたいな。いや、5秒前どころじゃねえ、もう 5秒5だよ、2、3秒ぐらいやな、そんなもん。後だよ、前じゃないからっていう。もう恋しちゃったから。あ、でもほんと、さまじいじゃねえ、あの、広瀬好きだった。あん時もあの、だってあれ、広瀬からじゃない、そのショートカット女子っていうのが、こう、受け入れられ始めたの、実際さ。あれやばかったね。いや、もう広瀬の影響は多分すごかったよね。うん、もうあの後にこうあのわさびとかあった映画、ね、5秒前わさび、ジャンルだろ。そうそう、あの時のもあの広末、あの毎度映画の話になると広末とジャンレノのやつね。あ毎度いいあのわさび押すよね。押す。じゃあもう多分知らん子多いと思うね。え、ちなみに俺最近には昔からだけど好きなのはタイムっていう映画の、アメリカの映画の。何やったっけそれ。あー何やったかな、ジャスティン・ティンバーレイクと、あとあれアマンダ・セイフレードの、あーあの25歳で年が止まって、あの通貨が全部時間になるっていう、おーこれな、あー俺あれのアマンダ大好き。わかる。あれやばい。わかる。あれ昨日ちなみに俺寝る前も一回見てんだけど、見たんや、あれやばい。あれいいよね。でしかもなんかね、ホテルでその二人が、うん、ストリップフォーカーやってんの。負けたら一番いい。そんなやったっけ。おい超やりてえと思う。そんなやったっけあれ。しかも負けたのよ、アマンダが。アマンダ負けたらもうシャツ脱いでブラ一枚なの。ああ、もうその瞬間あざす。タモちゃんなんかアマンダあざす。アマンダさ、いやアマンダ好きだからさ、まあ、あの ママミーアの子ね。ああ、ママミーアとか、あと赤ずきんだっけ出てるの。あーそうそう、え赤ずきんやった。赤ずきんだ、あれ白雪姫やったけど、だって赤ずきんだ、赤ずきんやったっけ。いやもうそこらへんまとめる、そこらへん。わかるわ、あの顔かわいいよな。あと何出てたかな、なんか結構あの辺何回もなんかいろんな映画出たよな。アマンダね、アマンダもうあそこから引っ張りだこっぽくなった、ね、ああそう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 。だから アマンダが売れたのはそれこそマンマミーやからだから。ああ、何の話してんの自分ら。え、2月29日結婚して妊娠発、あなんかあれあったな、おったな、29日した、さすがです。 おめでとうございます。いや、やっぱそうした方がいいよね。うん、妊娠発覚したんや。絶対その方がいい。僕は死にませんって。だからいいよ別に。懐かしいけど。懐かしいけどいいよ。お前俺も父親と母親の影響でなんか見せられたけど別に。いや見たよ、それは見たよ。あれ俺再放送も見たけど思った。最近さ、あの少女漫画をアプリ、あドラマにすること多いじゃん。あーおいおいおい、それ考えたらその101回目プロポーズもそうだけどさ、うん、あと論負けとかさ、ああいうのすごいよね、オリジナリティのストーリー。あー漫画からのストーリーじゃないじゃん。確かに、良くないと思って。俺もでもあれどうなんですか、そのアニメ化っていうのは。あ、アニメを実写化でしょ。あ、そうそう、実写化。俺は嫌い。いや、俺も嫌い。でも、うん、失恋ショコラティエの時の石原さとみは可愛いと思う。あれ、サエコ。いや、あれ可愛いと思う。あのね、なんかちょっと少女漫画はちょっとコメディ風に作れるから俺いいと思うんだけど、うん、まあまあ、銀魂とかさ。いや、もうアウトでしょ。まあ、なんならドラゴンボールのさ、海外版。いや、あれは海外だから置いとこ。あれ置いとこ。もう赤いやろ。あれ別にしとこ。だっておかしいじゃん、亀仙人がジェットリーってよくわかんないじゃん、もう意味が。
そんなシャープじゃねえよ、金銭に。そんな。え、ゼットリーナ確かゼットリーだったんです。めっちゃ見たい。え、それに、俺、銀魂アウトの前に、俺、好きだから言うよ。ルパンアウトだよ、俺は。あー、アウト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 。俺、前も、前はよくこれヘルプでこの話になると言うんだけど、やるんだったら、藤子ちゃんは、黒木メイサじゃなくて藤原紀香だろと思って。いや、そうやわ。マジずっと思ってんの。わかるわかる。で、ルパンは、あの、オグリじゃなくて、大泉洋にやってほしかったの。あー、ぽいね。ぽい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 。なんであのキャスティングって。別に黒木メイサそんなあの、藤子ちゃんほどグラマーでもなんでもないし。てか、まあ、グラマーかどうかは知らんけど、なんか、あの冷たい感じ。悪女っぽさでしょ。そうそうそう。でも藤子ちゃん違うじゃん。そう。パッと見は悪女っぽくないじゃん。普通に綺麗なお姉さんじゃん。そうやね。もっとポップな感じやねんな。中国のドラえもん気持ち悪かった。それいや、でも中国と韓国に関しては、アジアの、アジアのそこら辺の国嫌いだからいいけど、あれはドラえもんじゃないから。青い生物だよね。そう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 。ポケット閉じてる青いタヌキだよ。あれ、錆びて青い。錆びでしょ、あれ。あれ、錆びでしょ。うん。酸化したんでしょ、あれ。いや、そうですよ。あれ、夏の話ってそれ？サマーヌードの話や。終わり。あ、それやったんや。ほんと、いや、でも、初めてだよ、俺。ドラマ見て、あ、夏だって思ったの。今まで夏になっても早く終わんねえかなってしか思ってなかったのに、いやいや、ああ夏だって思った。夏だっていう時はやっぱあれやろ、お兄ちゃんうんこビチビチやねん見てから。うるさいよ。見た時にあ夏やなーって。うんこじゃないじゃん。じゃビチビチやねんやったっけ。あ、ビチビチやねんも言わねんやったっけ。ビチビチやんとね。あー、もう焦っちゃったよ。なんだっけ、忘れたわ。え、もうその話を前にしたからやめようもん。いや、しかも、じゃあ、いや、夏の感じ方が違うじゃん。それ、俺は、サマーヌード見て、ああ、夏だなって思ったけど、それ、夏か。落ちるやん、絶対、映画見て。ホタルの墓見て、落ちるじゃん、絶対。落ちる落ちる落ちる。気分落ちて夏迎えたくない。もうか、みたいなのあるよね。でも、あれってすごいと思うね。俺、やっぱりそれで、やっぱこう、なんていうこの、今の日本とかをこう思い出すわけやん。いや、いいよ、別にあれは。あんな、ま、夏になるたびにね、ホタルの中、金曜ロードショーとかいろいろやってるけども、別にその戦争を思わせなくていいよね。夏を楽しませろよ、と思うもん。いや、もうそれもあるじゃない。その、やっぱり今のこの、その、弟からすればよね。教育がやっぱりこう日本の、いやもうね、知らん、日本のことを知らんやつがいる。難しい話やめようか。あ、さっきそのじゃあそのね、怒った話言おうか。それ怒った話。まず、でも怒った話行く前にお願いしていい？うん。やっぱお酒飲んでるじゃん。おしっこしたいんだもん。いってらっしゃい。じゃあ先に一旦 CM どうぞ。早いな CM。 いやでもこんなもん。経験者大募集。自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。じゃあ、もう怒った話やねんけど、もうほんまにもうこれまたね、誰なん緑は。え、緑、ミキちゃん緑っていうの。ちなみに緑っていうのは俺のいとこの母親の妹の名前だけど。瞳の妹緑だけど。そうなんや。緑は字が達筆すぎて、俺荷物送ってきた時宅配の人が誰からですかって言ったら、オドリさんって言ったからね。身が鬼に見えたらしいよ。なるほどね。ってことで、はい、どうぞ。まあ24時間のスーパーあるじゃないですか。あります、あります。家にも、俺の家にも近くに。まあ、寒いねんっていうのも前起こったんやけど。スーパーが寒いとね。じゃあ、それはまあ置いといて。置いときます。それ置いといて。24時間のスーパーやから、やっぱり清掃時間とかを、やっぱり、あんまり設けてないんですよ、多分。お客さんがおる間に、掃除しよるんですよ。あ、そのまんま？そう、割と。まあ、すんのはええよ、別に。まあ、それ24時間やし。西丸ってそれ、声優かね。しかないと思うけど。そうやな。で、まあ、まさにそこやねんけどね。そこの話やねんけど。
まあ、家の近所あるわけですよ、うん、でまあ階段があって、で、あの、まあ、掃除するのはマジで別に中に階段、中に階段2階に行く階段、2階に階段なんだ、うん、でまあ掃除するのはええよ、うん、でもまあ俺がそんで、あ、掃除してるなと思って、まあ、こう買い物してずっと過ぎていったわけですよ。まあその時はもう、そう、掃除やめましたわ、うん、もちろんね、お客様が、うん、通った瞬間にやるよ、ね、いや汚い人みたいな、待てで、掃除ね、ちょっと待てと、うん、俺は今から通るんやと、まあ、とじゃあ通った瞬間に吐くって、お前はどんだけ俺汚いねんみたいな感じになってえみたいな、いや、あのね、それちょっと気持ちわかるかも、経験はないけど気持ちはわかる、とか言いようのや、いや、じゃなくて、いや普通通ってからやるやろみたいな、あ、おーみたいな言うから、ほんでまあ通りましたよ、通りましたね、はい、通りました通りましたよ、これ、まあ、続きあるんですよ、これ通りました、階段はこうなって、こうなるわけですよ、螺旋階段上、そう、だからこう降りて、こう降りるやつ、よくある非常階段だ、そうそうそう、まあ、今言ったらここがこう開いてるわけやね、うん、言ったら俺が通ったのはやけど、通り切る、降りる前にまたやりやがってやこうやって降りるとき、ここら辺でこう、ほこり、スパッ、スパッいやお前なぁ言うて、何度目それ言った、通ったらやってったけど、ちなみにこの怒った話、イン初夏にしといて、いつも怒ってるからっていうのはいいけど、いや違う 通ったらやれって言ったけど、うん、こう通ったお前のこれがここにお前ダーンってお前全部かかるやんけみたいなおかしないかみたいな、はぁ、あ、いやいや、もうなんなら24時間のスーパーで便利だけど、そういうの嫌だね、言われると、もうそれはあかんやろと、で掃除に関してね、まあ、怒るわけじゃないけど、うん、嫌なことは結構ある、俺特に駅、特にあの地下鉄の駅、おあのエスカレーターとか登るじゃん、登ったり下ったりするじゃん、うん、俺あの掃除のおばちゃんのボロボロな雑巾でこの手すりのこうやるのやったらしいよお前さ、洗ってんのか金つけてんのか分かんないけどってたまに思う、だから俺絶対触んないの、それ分かるわ、だからこれ絶対これここ触んないの、うんもう絶対まっすぐこう、そういう話になってくるよね、いやマジであれだって決して見たことあるでしょ、そんな光景、ある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 、え、綺麗な雑巾見たことあるあれであれやっててない、まあ黒くない、だいたい汚い、黒いじゃん、それをエスカレーターの手すりのところにこう当てて拭いたところでだよそのやったところで、あれなんかそのもうちょっと考えた方がいいと思うね、新品のなら分かるし、真っ白のやつ、いや、うん、それがいざしあの白いけど、あの新品じゃ なくても、うん、白ければいいと思うよ、綺麗に見えるじゃん、そうそうなのにボロ雑巾だよ、いや、あれ雑巾とかも考えた方がいいと思う、考えた方がいいと思うよ、なんかあの別にあれずっと回ってんねんから、中にこう倒すつけといたらいい、なんかさ、あのあれ洗車のやつみたいに、そうこうあのビーなってよ、ね、あのみんなの手元に行くときには乾燥してこう綺麗になってるみたいな、こう下りだったらこうなるわけじゃん、あこうなってこうくぐった瞬間洗い始めて半分超えたら乾燥機みたいなみたいなそうそれやで、経費削減だよ、ほんまそれやわ、え、でもほんとね、あの、うん、雑巾なんか100円で買えるじゃんって言うじゃん、だからこそ新しいのを毎日使ってほしい、いやそうや、それができないんだったら、あの業者に頼んで100円以下で絶対あの買えるから、あの大量生産、大量注文する、いや、多分あの1ヶ月ぐらいそれの契約しといたらええ、絶対した方がいいよ、もうそれのだってホストクラブとかキャバクラもそうだけどさ、あそこだって毎日おしぼり新しいの入れるわ、それと一緒のことすればいいの、ほんまやって、 JR とかメトロとかさあんな目に見えて掃除するならあのいやでもあれ違うかもよ、持ち物はもうあそこその JR さんのもんじゃないかもしれない、そこあれが、うん、いやにしてもよじゃあJR が雇、 JR やメトロが雇ってないにし、うん、あの人とか、うん、あのあれの管轄が違うにしたら、その業者が何とかしろよそこって思うよいやだからやっぱりエスカレーターを作る業者が何とかしゃなあかんねん、要するにあの洗車場みたいなのを作る、それやろ、前にだからもう最悪、うん、人件費洗うとかじゃなくていい、うん、だからそこ見えないとこにくぐった瞬間、うん、アルコール消毒、
そうそうそう、いやそれが一番いいと思う。アルコール消毒一番綺麗だと思うよ俺。思う。変なあの変に拭いたりするより。でもそれを考えたら俺こう駅とかのトイレとかのあの蛇口とかってさ、うん、あれって俺あれ触りたくないよ。男って絶対汚いよな、まあ、あれ。わかんない、俺直接触ったことないから。いやそうなん、俺あのペーパーでやって。へえすごいな。いや絶対汚いよ。いや俺なんかもうそうそう汚いってなんか最近思い出してんけど、よく考えたら新コイン蛇口やいいんじゃないよ。分かる。チンコトゥー蛇口。チンコトゥー蛇口だよ。チンコからの蛇口は一旦行くわけやん。洗うやん、石鹸で。辛さ。あれチンコトゥーチンコの、あれ相方さんですじゃんみたいな話ならへん。いや、俺そっからもっと深く行くよ。空、うん、の出口のあれで。ギャーなんならその出口のあれ、洗ってないやつもおるかも。いや、あれは結構嫌だ。あれは本当嫌だ。いや、そうやろ。いや、これはやばいよ。だから、あれに関しては、もう掃除しきれない部分だよね。だから、それも、閉めた瞬間に、どうせ蛇口ついてんねんから、キュッてこう。蛇口って今思った。キュッてこう。これ、掃除の話と、トイレの話してんじゃん。これ、怒った話、印象かじゃなくて、汚い話、印象かなってるけど、大丈夫これ。でまあいいんちゃう、怒ってるみたいな感じで、これどうにかならない、汚いのに怒ってるみたいな。そうそう、どうにかなるやろうと思うねん俺。まあ確かにそれどうにかなりそうだけど。いやだからそれこそアルコール消毒、それもそれすらアルコール消毒するんだってさ、自動なんて無理じゃん。ああ無理かな。だからしかもなんかアルコールアレルギー、自動で出てくるやついいよね。あ、まあ、自動でこう出てくるやつ、うん、俺もそれがいいと思う。あれが一番いい。塩素、俺でもトイレだと一番気をつけるのさ、あの空気、あの、エア、あの空気だ、ウィーンってやつなんだ、うん、あれ、ほんとあの、昔の番組でさ、あの、イライラ棒ってあったじゃん。これができたら100万円って。あれの気分で手突っ込むんだけど。あの、わかる、わかる人いる、わかる人いるから、これ。あの、この間の、この、ちょっとこう、ちゃんとほら、あれ、きれい、ちゃんとした、ちゃんとしたやり方さ、うん、奥までね、こう引く。そう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 、バーってこう、風来てる。俺、あれ、うん、この、フレームというか、この周りにこう、つかないようにこう、ほんと。やる。あれは別にいいですか。やるんです。やるんや。やるけど、本当だからそれこそもうこれがやる、これできたら100万円ぐらいの勢い。俺もあのトイレはもうあのこれがいい。俺もこれがいいんだけど。これがいい。これが一番いい。もう別にしかもあの新しい。あのこれうーんってやったところで老けてる気しねえし別に。あれなんなんあれ。しかもさこうこう出てきてるのでこうやれって言うじゃん。やるスペースがね。どこにあんねんみたいな。こうなっちゃうの。あれが。わかるわー。いやペーパーが一番安定でだからね。しかもあれって経済的な。いやそうだ。まあまあだってうーんとか言わん。でもそれしかないってことあるじゃん。あるある。だから。それの時は皆さんこれからも思ってください。電流イライラ棒をやる気持ちで当たらないように。縦か横か、あ今それはその時次第だけど。縦か横か。だから手をこうやってくれって言うんだったら、うん、とりあえずもっと大きく作る。そう、でっかく作らなきゃし、なんかあれなんていうかな、めっちゃ緩いやつもあるやん。ある。え、これで乾くのっていうやつ。はぁ、あ、みたいな。それ多いのが、多分あの高速のサービスエリア。あー、多いわ。弱い。まあ、新透明とか綺麗なところは、まあ、綺麗なところは結構新しめだから強いんだけど、ま、とかいいよ。あのね、サービスエリアでパーキングエリア。あー、無理無理無理。あるとこあるんだけど、いや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 。え誰か呼吸してんのって。あと、だいたい、歌舞伎町のちょっと食堂とか。いや、もう、あの、音がね、やっぱ静かにするの大事だから、あの、普通強いとこだと、うーんって行くじゃん。あ、行く行く行く。弱いとこだと、行く行く。って、あれって、俺プリウスと思うぐらい。あれって、弱。いや、強めに、あんの？いや、できるんだったら強めにしといてほしいよね。いや、できひんやろ。でもそれ、やったらもう意味わからんくない？いや、なんかちょっとだけ乾かすか。いや、でも俺、ほんとあれ思うよ。あの、なんかあの、うん、強そうに見て弱いドライヤーと一緒じゃん、あれ。うん。乾かねえよっていうぐらい。あれと一緒じゃん。いや、ほんまにそう。あれやめてほしい。いや、綺麗好きとかじゃなくて、なんかその、世の中の、こう、なんか、常識的な。うん、そう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 。あの、エチケット。あと、洗車は月に何回するって言うけど、多分マイカーとかいい車とか持ったら多分2週間に1回、1週間に1回やっちゃうよね。マイカー、そのまあランク的にまあだからその3ナンバー以上ね。3ナンバー以上だったら多分俺、ああ毎週とは言わないけど2週間に1回は絶対行っちゃうな。あー、まあ車にもよるかな。よる。あと、うん、あのパッと見の
汚くなり具合によるかもしれないけど、気持ちはやっぱ2週間に1回は最低いっちゃうかな。あーなるほど、それぐらいいくんや。まあ車のランクとかね、3ナンバーでもさ、あの別にそんな高くないランクだってあるわけ、あランクの3ナンバーだってあるわけじゃん。実際あれだって車の大きさと排気量の問題じゃん。そうそうそう、ほんまそれ。みんな多分あんま知らんと思うよな、そういう車のこと。あ俺車のでめっちゃ怒ったな。30 3あのほら、うん、しあの例えば品川50なんとかさ、30なんとかさ、そうそうそう、3っていうのがちょっとまあ車幅や、車幅と、排気量、あれ排気量2000だったんです。そうそうそう、2000以上だよね。あの空気圧は点検する。俺高速前はなんかもう大体空気圧高めにするから。するね。でも空気圧高くすぎると思うんですか、うん、ちょっとしたことでパンクの俺イメージがあるんだよ。まあね、空気圧高すぎる。いやでもまあ走りやすいから。まあでも入ってないと進まねえし走んねえしな、うん、そうそうそう。ほんで、でも俺車の起こった話があんねんけど、俺最近あの逆オカマ掘れたんですよ。お逆オカマ、そこの区役所通り、バス、観光バスに。おこれ車、今俺レンタカーなんですけど、カローラやねん。フィールダーなんですよ。もう一つっていい、はい、似合わないね、そういう車。まあ、似合わんのはええねんけど。SUV のイメージ。あ、そうそう、そんな感じ。大体俺はそんなの乗ってんねんけど、まあ、全然似合わん、そのカローラを乗ってるんですけど、今の車って灰皿ないやん。まず。ない。だから灰皿ってオプションやねん。そうなんだ。ない、まあそれはまあ一個レッカーだからだ、うん、なんでやねんっていうのは、まあ、違う今のもう標準であんまりない、ね、なくていいけどね。別にまあいらん、別にいらんねんけど、うん、俺そこに小銭とか入れたわけ。分かる分かる、ちょっと分かる、ちょっと分かる、ちょっと分かる。出してここに小銭いっぱい入ってるみたいな。で、まあそれはないのはまあ100歩譲っていいねんけど、今自動で止まるやん、ブレーキ踏んだら。フィールダーわかんねえ。あ、なんていうか、エンジン、エンジン、そうそうそう、エコ、エコみたいな。アイドリングじゃなくて、あれ、マツダとかついてるやつでしょ、こう。うん。あ、そう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 。で、アクセル、アクセルこう、アクセルでブレーキ離したらって、ルルルルルって言うでしょ。いるわ。なんだっけ、あれ。あれ、なんてやつだっけ。あれ、なんなん？あれ、だから、俺すげえ思うの。あれが、なんかその、経済的というか、無駄にこうエンジン回したりしないでって思うんだけど、俺一番ガソリン使う時ってつけ始めのイメージだから。俺はドゥルルってかかる時が一番燃費悪いイメージがあるから。そうやん、毎度毎度。俺もね、その特にデミオのディーゼル、あれもう止まんのよ。止まんねん。あれ踏んで、踏んだらってなんの。そうやん。でこう離したらガタガタガタってかかるんだけど、俺あの時が一番ガソリンとか燃費かかるイメージだから、イメージ毎回信号止まるたびにめっちゃ無駄にしてる気分なんですよ。イメージと思うやろ、うん、やってみてん俺。おうおう、これはほんまに燃費ええんかと。アイドリングストップでエコにもええんかと。なんかオンオフがあるから、まあ一回一回エンジンかけたらオンオフちゃうんだけど、おうおう、まあやってみたわけですよ。やってみたので、まあ燃料 何キロ走って一緒のぐらいの、まあ60キロぐらいので、まあずっと走り続けた。あ、高速やったかな、80キロかで、行って、やったらもう大体わかるやん。大体一緒やん。エアコン、まあこれぐらいしかつけませんでしたみたいな感じでやったら、まあ、ほぼ同条件、同じ条件で、まあ、あ、じゃあ高速やったらあかん。だから俺下道や、下道で60やわ。で、だから信号待ちとかもあるから、うん、で、その時止まる、勝手にエンジンかかる、かからないか、止まらないかでやったら1500円ぐらいちゃうかった。マジで燃料入れた瞬間、マジかと思って。同じ場所で入れた、全然ちゃう。だから15リットル止まる方がいいってこと。そう、13リッターぐらいは止まらない方がいいんですよ。止まらない方がいいんでしょ、だからあれなんなんと。止まる、だからやっぱ止まる方が絶対いい。そう、あかんねん。エアコンも言うじゃん。エアコンも、うん、一番電気代かかるのはつけっぱよりもつけたり消したりが一番電気代かかるから、結果と止まるってあれ全然あかんねん。で、物を動か、最初ゼロから動かすのが一番力使うからね。そう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 、だからマニュアルかもそうじゃん、1から。そうやね、あんたが一番力つくから。あれやり方俺が間違ってんのかな。多分それ正解でしょ。いや、そうやんな。だって勝手に止まんねんから。そうやんな。いや、でも間違ってんのかなって一つ思うのが、バックするときあるやん。そう、その時にブレーキ踏むやん。えバックに入れる時に踏むけど、あ、それで止まんねん。嘘でしょ。いや、ほんまやって。お、で、それ踏みすぎなんだよ、長い。いや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 、俺バックで。いや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 、俺家で普通にもう絶対に切り返さんの入らへんねんけど、うん、で
どういうかな、まあ、ムーンって言ってバックしてそうで前に行くやん、うん、ほんでもう一回バックバーンって入れて、うん、アクセル踏んでいやいや止まってんのいやいや人より、いやいやいや人よりちょっと気持ち多めにガソリンで払ってるじゃんそうそういや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 ちょっと待ってみたいないや有料あれ有料な納税者だねいや税金納税者、まあ、レンタカーの間だけですけどねまあまあそうだろうけど最悪なんだあれなんなんいやあのねあれ本当に良くないと思ういや絶対良くないであれうん、え、間違ってるんかないや、俺本当あの止まる機能俺世の中で車の中で一番いらない機能だよいや、俺絶対いらんと思うわあれいや、レギュラーで大体そういう車大体レギュラー多いよハイオクってのはもう本当もう元ハイランクな車そうそう逆にハイランクな車にあのそんなストップかかんないからねいや、なんかだそんなしょうもない機能つけんねやったらエコカーでええんじゃないいや、俺ハイブリッドにすればいいあの機能つけるんだったら俺軽油で走るでしょうんああ、安そう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 ディーゼル車じゃないけどそうとかもうだから何よりあの機能の一番嫌なのがさ、うん、信号赤になったあ、これは青になるわっていう時に話すじゃんで、スタートするうんっていうのが嫌いなの俺あれ嫌いなのよ分かるわ、めっちゃあの、どんなに気をつけてアクセル踏んでも絶対グンってなるあれ嫌いめっちゃ腹立つねあれもう昔から思ってたあの機能が作ってたあれ多分コローラフィールダーなんてトヨタも付け始めたんだそうやねあれもともとマツダが始めたことだよねそうなんかなアクセラとかデミオとかデミオとかに付け始めたんだよだから多分カロラフィールド多分1600かなんかやねんかうん多分ギリギリ5ナンバーぐらいワゴンタイプそう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 かギリギリ多分あの5ナンバーのやつやねんけど全く走らんねんやんターボじゃないからああそっかもうアクセル逆にプリウスの方走るじゃん絶対走るいやもうパワーモードにしてそうそうピーってアクセル踏んだらうわーみたいなそれ分かる分かるそれ何やねんこの車みたいなでプリウスの、あのプリウスでモード3つ選べるじゃんおあ4つか全部でノーマルモードでしょ、うん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 、EV モード、うんうんうん、エコモード、うんうん、トナーモードって4つ選べるんだよ確か、うんうんうん、プリウスってで俺高速で一回試してみたの、うん、エコモードで、うん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 、ちょっとの坂が上がらないあそう、ね、全然上がんないのあ上がらんねあの踏んでんのにスピード落ちるみたいな感じなのホントにあそんな感じなここにボタン操作で選べるからもう一回エコモード押せばノーマルに切り替わるの、うん、ノーマルにしたらうーんっていくのでパワーにしたらもっと前にいくのまあその分燃費も下がるけどその電気のやつはじゃあもう結構ずっと真っ直ぐ電気は高速で使えない、うん、EV モードにして街中走ってて60キロ超えたら勝手に切り替わるそうなん勝手にノーマルモードになるノーマルもしくはエコモードならんかノーマルモードになる変わるあの60キロ以上であの EV あのバッテリーでは走れないあ、そうなんやあ、それも俺実験したのよいや俺結構全然そのなんかあれやねんけどなんか結構不明なことがあんねんけどさあの高速道路であの電気あ、EV チャージであるよねあれどんくらいで供給できんのあれでもあれは EV 車だけでしょ EV 車でも絶対満タンにしたなんかんやんえ、だからどんくらいやろどんくらいなんだろうなって俺も思うよだって怖すぎひん何分待たなきゃいけないんだろういやそうそうそうあれ何分待たなかんねんあとしかもねあの、うん、ちなみにプリウスで俺実験したことだから先に言いますよ、うん、バッテリーモードであの60キロ未満で走るじゃん、うんうん、で、ま、俺それまでに目的地に行くまでにもうアクセル踏んでブレーキ踏んでめっちゃバッテリー充電したのよあのなるほどね動力でエンジン動力で充電できるからやったの、うんどんぐらい満タンのバッテリーが持つのかってやってみたの、うんうんうん、まあぶっちゃけ数キロしか走れないプリウスのバッテリーをね数キロ多分バッテリー車ってあるじゃんあれだとまた別なんだろうけど、うん、あついてるプリウスに関してはほんと数キロしか走れないで気づいたらもうバッテリーねえのよ嘘俺ここまで100キロぐらい走ってために貯めた電力そうなんやそうなんやあ、そんな感じなの？意外と走らない、バッテリーだけじゃん。へぇー、なんやねん。え、じゃあ結局ハイブリッドか今プリウスでどんくらい走るの？リッター、そのちゃんと確か高速で高速使って20、うん、何キロ？あ、やっぱ20でも20は走る走んのかでもあのトヨタ優秀だよ、トヨタポルテとかシエンタとかあのクラスでだいたいリッター19走る高速使ってるああ優秀だ、ね、優秀でこの間ボルあのシエンタ乗ったのよ、うん、で往復で200キロ走ってんの、ね、絶対200キロ以上走っててで最、まあ、最後までガソリン結果入れなかったんだけど最後にガソリン入れたら全部で1500円ぐらいいや俺その事故られる前のシエンタやってるけど、うん、そのシエンタ
てかあれ全然燃料入らへんねん、多分35リッターぐらいしか入らないけど、多分でも1回に使う燃料少ないから、そうそう、多分めっちゃ35ぐらいしか入らんから、だから大体俺いつも大阪行くときに満タンにしていって、まあ4000ちょいぐらい、うんうん、で、大阪まで入れへん、入れなくていいよね、全然いける、だって俺200キロでだって4分の1ちょいしか減らなかった、そう、あれまあまあ燃費入れんの、あれはカローラフィールダーのこれ付きのエコーのやつはめちゃめちゃ燃費悪いね。いや、あ、意外にカローラそんなに燃費いいイメージないで俺。え、俺まあまあ当たり前カローラのセダンの方のイメージ、あの燃費いいイメージあるけど、うん、フィールダーって要するにワゴンじゃん。そうやね、あれは俺もうちょっといい、いや人感染って最近さ、みんなさ、勘違いしてること分かった、うん、みんな、あの種類的にあのアルファードイコールワゴンってこうなってると思う。あ、分からない人は。なるほどね。俺ちゃんと詳しい話をすれば、うん、あのアルファードとかさ、うん、ベルファイアってあれハイルーフ車、うん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 、そうやね、ハイルーフやね、ハイルーフワゴンだよ、うんうんうん、ワゴンって本来あの、うん、カローラフィールダーとかのサイズのワゴン、あの天井低いけど、そうそうそう、7人ぐらい乗れるやん、そうそうそう、7、8人乗れ群れが、うん、みんな結構勘違いしてるよ。ああ、いや結構みんな勘違いしてるよ、多分普通にみんなしてるよ、もうなんか、そうそう、アルファードワゴンじゃありません、うん、キャンピングカーはもうキャンピングカーだから違う、それ。いや、あのね、多分東京の子とか特に女の子とかそのセダンとかバンの何か分からんと思う。だってセダンは分かるでしょ、みんな。うちのあの相方なんてもうあの箱型のは全部ハイエースやと思ってた。素晴らしいね。いやなんかもうまとめちゃってんの。え、日産でもハイエースと思うの。あ、あのハイエースやろ。あのハイエース車種名じゃん。ハイエースって全部ハイエースって、型の名前じゃないじゃん。そうマジか。ハイエースはハイエースだよ。いや、ハイエースの中でもいろいろあるからねみたいな話をしてるんけど、全部ハイエース、まあ、女の子そうかもね。いや、そうかもしれん。だから SUV が何なのかも分かんないけど、ね、いや、そう SUV の話も俺それをそのついでにしてんけど、全く興味持ってなかった。セダンは、でもセダンぐらい分かるでしょ。まあ、セダンはだからフォードアで、そう、あれやっていう、あの平たい普通の車の形はフォードアがセダンじゃん。そうそうそう、2ドアがクーペとかさ、ああ、そう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 、そうやな、ね、ランク、そう、 SUV 全部ランク、あ、そうそう、際どくね、あれな、あれ SUV、 SUV のサイズよりはでかいじゃん。そうや、でかいよな、あれは。 SUV で一番多分有名で売れてるのってハリアーじゃん。ああ、ハリアーか、あれ SUV だから。あ、でも SUV 海外企画やったら SUV でかいからな。あ、海外企画の SUV はでかいわ。うん、あとフォレス、あ、フォレスは違う、あのスバルの、スバル、レガシーは違う、レガシーセダン、あれセダンワゴンか、あれセダン、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 インプも、インプもスポーツセダンだもんね、インプレッサー、ハリアーで、ハリアーが、まあ、あの、ああいう形があれが SUV かな。 あとあれちゃん、あのテラーノって懐かしいな。あと何やったっけ、テラーノってあったやんな。なんか聞いたことない。テラーノもあったし、なんかムラーノもなかったっけ。いや、わかんない、そこわかんない、ムラーノわかんない。なんかいっぱい、日産って結構そんなの出してんねん、実は。まあでも、日産で有名な車って言ったらさ、日産、エルグランド、GTR、フェアレディ、シーマ。うん。あと何あるの。シルエイティ。俺好きなの結構シルエイティなんだけど。シルビアと、ああ、そうやな、GTR とかか。うん。180と。で、それの、ほら、180のシャーシだったか、うん、シャーシにシルビアのボディでシル80じゃん。あったな、改造車で。いや、もう、多分ね、でも日産から、女の子も知ってる日産からマーチじゃん。あ、そうやね、日産マーチじゃん、マーチ、マーチマーチだ、マーチ知ってるかな、マーチか。でも日産車は結構優秀だと思うよ、エンジンだけに関しては。うーん、トータルで優秀なのトヨタだと思うけど、エンジンだけなら日産じゃない。グロリアめっちゃ懐かしい。グロリア古くねー。めっちゃ懐かしい。めっちゃおもろい。あ、フォレスト SUV だった。よかったよかった。あー、エルグランドは燃費、あ、悪いかもしれんな。あ、まあでも、エルグランド自体、その、なん、エルグランドって今あんの、まあ、あるでしょ。あ、うん、ちょっと待って、ボルボ。なんでスウェーデンの車出てきた今。うん、あ、ボルボみたいな感じやな、だから、その、カローラフィールダー。あー、そうそう、待って待って。形は。だから、ボルボはメーカー名であって、別にボルボいっぱい車あるからな。そうそうあるな。そうそうまあでも、ボルボで一番メジャーなのは多分、あのフォレスターと一緒の、あのワゴンタイプだと思う。そうそうそう。日産って電気系と、要は、あ、確かに。めっちゃ詳しいな、自分。ランボルギーニは、そう、ベタベタすぎても。でも、ランボルギーニーさ、一番今、世界で一番高い車じゃん。あ、ランボルギーニが高いの。ランボルギーニーあの、3台、3、4台限定出したやつ。あ、そうなんだ。確か3億。あ、4億だ。フェラーリが今ラフェラー、ラフェラーリっていうの出して、ラフェラーリっていうのが2億いくら。2億な、そんぐらいだった。
それも数量限定でもう買い手決まった状態で出したらしいけど、一番乗りたくんは俺ハマー1、H1。 ちなみにね、一番乗りたい車、俺これ言ったら結構願望もいろいろ入ってくるからだけど、あんまそんな高い車じゃないけど言っていいのかな、何なん現実的なことを言うと、キャデラック、CTS クーペ。俺クーペ好きだから。クーペなんや。俺クーペ好きだから。クーペなんや。でもクーペね、もう中古車しかないの。あ、俺もでもその辺まで行くんやったらもうインパラとか乗りたいわ。あ、インパラか。なんか普通に乗りたい。でもこんな格好で買えないから、値段的に。あ、買えないし物がないからあれだけど、俺本当にこれの上で一番欲しい車何って言われたら、ちょっと2台あるんだけど、昔の車を先に出すけど、昔の車だったらね、ポンティアック GTO コンバーチブルっていうのが好き。何それ、わかる。ちょっと探しといて。ポンティアック GTO コンバーチブル。あ、GTO ってことはフェアレ、日産？あ、違う、ポンティアックっていうブランド。へえ、どこのメーカーなん？アメリカ。ポンティアック。ポンティアック、どんなんある、知らんわ。ポンティアックの、 あの、まあ、アルファベットで GTO コンバーチブルってやると、あ、コンバなんや。それはあの旧車なんだけど、アメリカの、アメ車で。全然知らん、ポンティアックは知らんな。ね、最近の車で言ったら完全にマセラティのグランツリスモ。あー、俺もう今のでもマセラティ、俺今のマセラティやったら本当、グランツリスモが一番かっこいいです。サメに見えるよマセラティ。上手って感じじゃない、なんか顔がでしょ。そうそう、顔こんななってるやつでしょ。サメっぽい。あ、外車好きだね、やっぱ。あ、でもなんだかんだ買うなら何言ってたら日本車がいいなとか思うんだけど。そうやね、なんだかんだ。あ、これこれこれ、あー、よく映画に出てくる。でもこれはね、ちょっと赤だと良さが分かんない。黒がいい。あ、なるほどね。免許全然俺あのスピード違反してるから、あのスピード違反じゃねえ、車線違反してて、俺も全くゴールド。俺全然ブルーですよ。ジャガー欲しいんや。ジャガー、俺ジャガーだったら、あれ、Eクラスだっけ。おジャガーでも今のやつまあまあしてるけど、昔のやつがいいんだよ。あのクーペのやつ結構可愛いね。あ、なんかわかる。なんか女、彼女とかに乗ってほしい。あ、女の子に。ああ、ごめん、俺女の子だったらね、俺全然あのトヨタのちっちゃい車持ってほしい。マジで。いや、外車とか嫌だ。うそ、俺もう、なんか逆に引いちゃう。ナイトロとか、ナイトロとかの。だから俺女の子でね、前ね、多分あの虚言だろうけど、前自慢してくるやつがいてさ、何乗ってんの、車持ってるやつ何乗ってるのって、S か。ふざけんなバカ、嘘つくなと思ったの。あ、エスカレードっていう車 ね、キャデラックの。絶対嘘だろお前と思って。身長ちょっと低いの。お前ほど似合わない人間この世にいねえぞと思って。登んの良いっすよ。もう猿みたいなね。いやでも俺、その昔、その貿易やってた時に、そのオークション会場とかに。うん、こういう風にされたいやりたい。わかるわかる。あ、夢、こわ、あの、まだへんかな。これな、それな。あ、やりたい。チャンプロードにね。あ、乗りたい。そうそうそう。え、ちょっとあの、この、助手席らへん、ここらへん、うんうん、ここらへんにちょっと、あの、なんかすっげえなんか水着だけ着てギャルっぽいの乗っけとく。え、これ2シーター？これ4シーター。あ、4シーターなんですよ。へぇー。いや、ちょっとあの、俺の欲しい、あの、H1 も出してよ、ハマー。みんな分かるでしょ、H1 は。分かる、H1 分かる、みんな。分からんかね。分からんかな。H1 のな、あの、後ろ、カゴのやつがいいね。後ろ、あの、ないやつ。ああ、あれが、あれにシュノーケルとかつけて、こう、川とか。あと、フォードのトラックもいいな。あ、いいね。え、なんか、あれやろ。25。え、3号かな。こんなやつやろ。あの、こんなやつやろ。あ、そうそう、こうやってるやつ。あの、3号かな、3号シリーズだったから。それ、あの、大阪の八尾にあんねん、それが。マジでドーンってあって、それがあれよくね。あれだって意外と4人乗りだよね。そう、あ、そう、あ、そうそうそう、え、6人乗りちゃうかな。後ろ多分結構乗れる。あ、本当？あれのな、あれない、あれをなんていうかな、家みたいにしてるところがあって、うん、動くないんけど普段なんかその家みたいな、事務所みたいな感じの店、中も入れて、そのこことかも全部見れるんだけど、めっちゃかっこいいね、あれは。で、あのブーンなんかさ、ブーンブーンって最近思ったの。あの男からしたら多分一回は憧れたことあるよね、アメ車。あるあるある。絶対あるよね。なんなら俺17の時に、もう俺絶対に誕生日の日に、あ、そうそう、これね、そうそう、これこれこれ、あ、これいいよね、いいよね、これいい、これ欲しい、ね、これかっこいい、これなんか、これ男と言ったらって。そうそうそう、これでもリッター2や、うん、乗らない。ちなみにあれだよ、あの世界で一番燃費悪い人やってるランボルギーニのムルシエラゴ、うん、あれ高速でハイスピード走行したら1点なの。ワンメーター走んねん、確かあれ。
大体あの、なんかこれ、あ、これ、2秒、これを、これをまあ約、うん、あの1キロ走るのに、うん、そうやね、1キロじゃない、リッター、あ、そうだね、あの、これ2キロぐらいしかない、2キロ、これで2キロ走るこれハマーは、大体これあの100リッタータンクやらしいね、が2つかなついてるらしいんだけど、それでリッター2らしい。じゃあピルスだったらこれで50キロぐらい走る。そうそう、いやいやいや、もっと走るじゃん。え、50キロぐらいじゃない、せいぜい。ああ、そっか、そんなもんか。そうやな、そうやな。人の運転の仕方によるらしいけどね。そう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 、あのプリウスも、あの信号を待ちしてて青になった瞬間、あの運転の癖って人それぞれあるじゃん。ゆっくり進む有料ドライバーと、ブーンって走るやつ、あのやっぱブーンって走るのが燃費悪いらしいの。あ、もう大阪とかみんなそんな、いや、みんなそうじゃん。俺運転したことあるから言うけどまあなんかあの青になった瞬間せかされてるかのように走るっていう。わかるわ。だって俺大阪でそういうこと、あの二道筋走るときに青になったの、うん、で、あ、青になって、まあ俺結構あの最初クリープでちょっと進んでからブーンっていくの。なぜかそれだけなのにプンってやられたの、なんでやねんって。どんな急いでんの、だから急いでんなら車線あるんだから超えてくればいいの。なる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 。いやでもこの前あの一旦 CM どうぞ。一旦 CM どうこっちが、あ、ランボルギーニのあれでしょ、最近出たこれ4億なんぼの、3億なんぼかな、マジで4億だよね、これなんて名前だっけな、あ、ベネーノ、そうだ、ベネーノ、あー、ベネーノ、これかみんな調べて、YouTube でベネーノ納車で調べると出てくるの。すごいな、これ超やばい、もうエンジン音、あー、かっこいいやつや、え、すごい、これ CC な、8000とか1000はいるでしょ。No. でこれなの多分もうあの走るためじゃないもん。いや、そうだろうね。もうあの多分か、頭いかれてる金持ちが飾るために買ったんでしょ、これ。かっこええな。これやっぱガルウィングなんや。ガルウィング。あ、もうランボルギーニは入られへんもんな。ランボルギーニはさ、もうもはやあのこの今流行りのこの縦開きガルウィングのほら発祥ぐらいのレベルじゃん。ランボルギーニ。そうやね。あのほら、こっちはもうほら、デロリアンじゃん。デロリアン。デロリアン懐かしいな。デロリアン結構好きよ、俺。AZ1 やろ。AZ1 これ結構好きだよ俺。何やったっけ、日本車であるやんな、あの何やったかな、スズキやったっけな、トヨタじゃねえ、トヨタ、セラ、セラちょっとセラ、セラっていう、あ、でもセラ縦開きだっけな、え、セラ多分、あ、セラ多分、あ、じゃあそのガルウィングやと、その画像を探してる間ちょっと俺言っていい、うん、この間あったすごいムカつく、ちょっと落ちがすぐ見やすい、ちょっと腹立つこと、財布なんかめちゃめちゃ小銭あったの、おうおうおう、これでも買ってくらい、10円玉も100円玉も1円玉も減らしたいじゃん、うん、減らしたい、で自販機で開けるやつ買おうと思ったの、なんとなく落ち見えたでしょ、あの160円なんだよ俺、100円玉と50円玉と10円玉6枚入れたの、おう、だからお釣り50円くるじゃん、うん、減ると思ったら全部10円玉のお釣りあるあるある、あのこれなんかなんかさ、って結果お財布の中の10円玉がトータル1枚しか減ってないっていうあるあ る, あるなんでその入れたまんま出したんこいつみたいな、セラ来たー、あ、来たー、セラセラ、やっぱちょっとちょっとセラ来た、お前、お前、お前、あーほんまや、ちょっと間、間、間、あーこれ、いやもうこれはもう国産のガルウィング、国産のガルウィングやね、あ、もう一個はね、この AZ1 ってやつや、ね、これ思ったの、あの、やっぱ、うん、セラいいな、これガルウィングにする車の条件って俺の中であるの、なになに、絶対クーペ、あ、まあそう、そりゃそうやね、つーか、たまにいるのよ、
クーペじゃないのに、あ、セダンでガルウィングする改造するやつな。で、この間見たのよ。セルシオのやつ見たことある、ね、うわ、ダッセ。え、俺、つい最近見たの、うん、ランエボでガルウィング。鬼ださなんだよね、あれ。もう4区やのに。4区ってさ、ドアはいじんなくていいじゃん。かか足回りいじるよ、じゃん。かかかかか。ランエボでそれした。これ、あこれ AZ はこれですね。これがもう、え、どこやったっけ、これ。ダイハツやったっけ。待って、ちょっと待って。松田、松田か。それ松田やな。でも、松田だったな。松田だったらやっぱな、うん、知ってるみんな、この FC かな。松田は FC、RX7 インフィニティ。まあ、それはもうセブンは間違いない。 RX7 のインフィニティが好きだな。間違いない、間違いない。アンフィニか、アンフィニ。間違いない、間違いない。でも、俺8のあの観音開きもまあまあ好きやね。あの、足りない部分を補うかのようにドアつけるやつね。そう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 。インフィニティみたいなやつ。まあまあ、なんか一応なんか乗れる。2ドアで4ドアだよね。そうそう、あれね。誕生日、車でいいんじゃない。買ってくれよ、じゃあ。ほんまや、買ってくれよ。でも、でもえ、白鳥の湖しか見えない。めっちゃおもろい。でも結果そのこの翼から来てるからね。ガルウィングっていうの。そう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 、ガルっていうのはそこから来てるから。そうよ、これ。この車今いくらだろ。これ軽音やんな、しかし軽な。いや、多分めっちゃ安い。多分15万ぐらい売ってんで、多分あったら。あったらね。あったらないと思うよ。いや、ないと思うな、多分。でも俺、あの、うん、K とかそういうクラスのあれでやっぱ一番すげえなって思うのは鈴木のカプチーノかな。カプチーノってどんなやったっけ。鈴木カプチーノ出し、確かね、あれオープンカーだったかな。え、あのあれみたいなやつ、コペンみたいな感じ。いや、違う、普通にあのスポーツカーっぽい。え、カプチーノってどんなやったっけ。カプチーノ出して、カプチーノ、カプチーノ、カプチーノ。え、これ、え、鈴木カプチーノ出てくるよ、絶対。いや、これは普通に走れるよ。これちゃんとした形容やから、これ。え、むしろこれ全部走る。そう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 。車は全部走るために生まれてんだよ。で、その道路、その公道で走れるかっていうことやろ。いや、走れる走れる走る。全然、これあの、え、別にガルウィングしたところで違反になんないから。そうやで、ならんし、しかもこれあの、しかも元々やから。むしろガルウィングが走れねえんだったらデロリアンもう未来行けねえよ。お前全然行かれへん。行けねえよ。あ、これこれこれ。あー、こんなんあんの。これ軽自動車だからね。え、これ軽、これ軽だよ。え、これいつのやつ。結構古い。これも10、もう25、6年前だね。へぇ、こんなんあったんや。これ軽自動車だよ、これ。あ、そうなんや。そう、かっこいいでしょ、意外と。軽の割に。あー、これは完全にコペンパクったな、これを。パクった感じだね。でも、コペンも出してみて。だ、これあの、どっちかって言ったら、女の子がスポーツカー乗るならこれ可愛いなってすげえ思う。あー、いいかもね。問題はツーシーター。あの、だいたい横に犬とか乗せられるやろ。でも犬しか乗っけられないっていう。みたいな言われても、犬乗っとるやないかいみたいな。どこに座るっちゅうねん、それみたいな。軽自動車強い。だからあれなんだよね、あの、マツダのさ、ロードスターとかも好きなんだけど、ツーシーターっていうのがすごいネックで。あと、だから日産のフェアレディも。そうやん。フェアレディ Z とか好きなのよ、俺。そうやんな。けど、ツーシーターっていう。なんか、なんでそうなんの。あ、これこれこれ。これはもう最近の、これね。ダイハツコペン。ダイハツコペンね。かわいいよね。これ、ボタン一つでウィーンって開くの。最近みんな、最近の日本車のやつ大体そう。あ、そう。あ、でもロードスター違う。ロードスター自分で。あ、そうか。だからロードスター俺、ロードスター前に乗った時に、レンタカーできるんだけど、乗った時にね、高速乗ってるとクソ寒くなるわけ。ああ。でも、手動じゃん。そうやんな。だからでも、今すぐ閉めたいと思って、もう、この風と戦いで、この左手。俺、右手で運転したから、いけるもん。いけた。けど、すりそうになった。やっぱ100キロ以上の風圧ってすごいよ。無理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 。いや、俺あれすごい。まあ、俺雨じゃなかったらもう寒さぐらいやったらまだ暖房って効くやん、オープンの。まだ効かなかったよ。マジで。いや、効かなかった。エアクーラーは一切効かへんけど、まだ暖房って効くねんやん。俺あのずっとあのオープンのあのジープ乗ったから、うん、でホローなわけよ。だいたいホロー外してんねんやん。外してんだ。外してる方がかっこええの、うん、やっぱりこうホローって、まあ、結果ね、車にこうやってね金かけたりそういうの一律だって。結構中二病やっぱ入ってるよね。いや、入ってる。俺も入ってると思うもん。自分入ってる入ってる入ってる。もう絶対あかんやん。けど実際自分が買うならオープンカーは買わねえなと思う。あー、だからさっきほらポンティアクの GTO コンバーチブル、コンバーチブルって俺はオープンカーの意味なんだけど、うん、アメ車のね、いいな、かっこいいなとは思う。もらったら欲しいなとは思う。自分で買うかっていらないって。オープンカーは良くない。いや、でも俺買ってしまったな。いや、あのジープのホロの付け方とか知ってる。知らん知らん。俺ジープはあんまり。そんなもうロードスターとかの目じゃないでよ。ジープはもう俺買うならラングラー決めてる。いや、もうすごいよ。まず
鉄パイプが、はい、ちょっと待って、パイプ鉄パイプが、1,2,3,4,5,6,7,8,9 個ぐらいあねん。それをこう、まず、シャキン、シャキンこう、こうなってるやつかも。とりあえず、その話聞いた感じ、運転中は絶対できないやつだもん。刺して、で棒を通して、なんかこう、ホロを後ろから、パチパチって止めて、引っ張って、って、フロントガラスに、パチン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 。あ、雨降ってきた、ピッピーとかできないの、うん、あ、やばいやばい、カシャン。あ、もうちょっと路中して、ハザードがいて、あ、やばいやばいやばい、よっしゃ、よいしょ、パチパチパチ。あー、ぶちゃぶちゃみたいな感じか。あの、そこまでしてそれ乗りたいとは思わないかな。いや、だからもう雨って大体もう天気予報分かったらもう乗らないですね。乗らないか、最初からつけるか。乗らないです。だから一応2台それを持ってて、屋根付きと屋根付き。なんで車乗ってて汗かかなきゃいけないんだよ。けどやっぱね、女の子のこういうちっちゃい感じのオープンカーはいいと思う、うん、あと高いの乗っててもさ、あの、レクサスのさ、SC と、おー、あれクーペでオープンカーだ。いいね。調べてるかな、今その今手動いてるからね、大事の SC な、 SC な、レクサス SC って今打ったら、ソアラのやつか。あ、ソアラのやつ、そうそうそう、ソアラやな。うん、要はソアラなんだけど、要はソアラ。それ言ったら、せっかくのレクサスブランドっていうのは、そこはでもやっぱサポートが違うから。レクサスはレクサスですから、電話すれば24時間どこガソリンスタンドが、おー、これこれこれ、そうそう、これ女の子が、これね、何秒やったっけな、なんかやな、最速やんな、世界。このドアあるじゃん、あの、この天井、うん、この天井ね、あのアルミじゃない、あの車と同じボディでできてるんだけど、これボタン一つで開けます。そう、これオープンカーです。そうです、これあの、しかもちなみにこの車フォードは、あ、フォーシーター、そうそう、後ろ乗れる、後ろ乗れるから、乗れるんです。これ結構おしゃれだと思うんだよね、俺。ただこれね、トランクが前なんです。そう、後ろだから、これ全部ドア閉め合わなかったら前なんですよ。このフロントにトランクがあるんだ。そうそう、この車の最大にして最大唯一の難点。あ、でもあの、も結構ね、結構何やったっけな、あのこの車結構人気あると思う。あった、え、多分出た時700万ぐらいかなんかやったよな、確か。そう、でもさ、700、800いかないぐらい、いかんかぐらいやって、なんかその時は多分売れへんかって、でも今なんかちょっとまた人気出てる。そう、今なんか多分車体自体が今安くなったから。そうそう、でレクサスから出てるっていうのはやっぱサポートが違うね。そう、あのショッツの、ね、後ろに隠れてるけどね、やっぱね、はい、この L マーク、これがやっぱこれが違うね、これが強い、これが強い、これがトヨタのマークかどうかで全然違う、うん、あの T マークか T のこのマークか、この L でだいぶ違うからね。あ、でも確かこのソアラのやつって後ろなんか、あれがなかったんちゃうかな、1個しか。なんか、そんなんない、たまに。そうジープなんて、横乗りやん、後ろ。いや、だから、遠い目。だから、一つでいい。ジープは、ジープは、あの、あれは、後ろに人乗せるために作ってないもん。いや、あれ絶対、だから、こうやって、いつでも行けるように。トヨタは違うから。あれは、あの、ギャングが生まれた街の、あの、名産物というか、ね。いや、三菱だからね、俺、あれ一応。根はね。そうそうそう、だから国産でジープみたいなの欲しい、でもある程度燃費もとかいろいろ考えるんだったらパジェロ買えって感じだよ、もう。あ、それっすわ。要するに話すそういうことだよ。でパジェロよりもうちょっといいのつけたいなと思ったら、こうエンブレムベンツにしてやな、エンブレムベンツにいろいろ変えてあのこれゲレンデとか言って、そうそうそう、え、結果パジェロすごいっていうことでいきよう。はい、パジェロだ。今日のあの YouTube にあれ乗っけるときはパジェロで、パジェロすげえで。もうパジェロ乗せといてもらう、パジェロ、あ、乗っけといて、パジェロ、パジェロだよ、それで行きましょう。ということで、また来週、バイバイ。最後の10秒ぐらい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。